こんにちは、おにおにチャンネルでございます。そういうわけでございまして、まあこれね、もうなんとなくこう今日お分かりだと思うんですけれども、天気めっちゃいいんですよ。めっちゃいいんですけどね、風がね恐ろしくあるんですね。そんな強風の中で、今日はゲストの方といろいろとですね対談をさせていただこうということになっております。ですので、まあ、ちょっと風が強くて音声がね、かなりこう聞き苦しいところがあるんじゃないかと思いますけれども、ぜひ、まあ、それも踏まえて考慮してですねご覧いただきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速ご覧いただきましょう。どうぞ。はい、よろしくお願いします。さあ、ということでございまして、おにおにチャンネルでございますけれども、今日はですねガールズ競輪のもう素敵なですね可愛らしいもう選手に来ていただきました。山口真美選手でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。まずですね、一番初めに多分見てくださってる方がですね気になってると思うんですけれども、怪我の具合、先日ね落車されましたもんね。はい、はい、転んでしまいました。はい、転んでしまいました。はい、はい、レースで転んだのは初めて。そうですね、はい、デビューしてからは、うん、はい、初めて、うん、初めて、はい、そうですね、ケリー選手の中の落車では、はいはい、かなり軽傷な方で骨も折れてなくて、うん、あ、よかったよかったよかった、はい、打撲と、まあ、そうかそうか、ゴール後だから多少スピードも落ちてきたのかな、まあ、でも一番スピードも落ちたのかな、はい、ちょっと難しいところですけれどもそうですただ今皆さん見えないと思いますけれども、足めちゃくちゃすごいことになってますね。あと指、あ、指、あ、指やべえことになってますね。ベロッとベロッと、あ、大丈夫ですか。さあ、山口真美選手ですね、120期ということでございまして、まあ、今年デビューをしたということになるわけなんですけれども、はい、そもそもちょっと知ってる方も多分多いと思いますが、山口選手はなぜ、競輪をやろうというふうに思ったか、はい、っていうのをちょっと教えてもらいたいんですけど。はい、もともと陸上競技をずっと7周競技ですよね。そうですね、はい、7周競技やってて、うん、で大学院までやってたんですけど、はいはいはい、ちょっとアキレス腱切る怪我をしてしまって、ほうほうほう、それきっかけで、うん、トライアウト、タレント発掘事業という、いろんな種目の転向 の、 トライアウトを受けさせてもらったのがきっかけなんですけど。なるほどね、はい、そこで自転車の適性が出て、ああ、なるほど、で、はい、で、まあ、働きながら最初はアマチュア選手でやりながら、はい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 、やってた。そうです。まあ、それでもナショナルチームとしても活動してたりなんかして、はい、割と早いことその実力というものがこう出たなっていう感じがするんですけれども、はい、デビューっていうか、まあ、自転車に乗り始めてから何年ぐらいでそのナショナルチームにお呼びがかかったんでしょうか。そうですね、最初自転車、まあ、しっかり始めて、うん、始めた当初はロードレースの、はいはいはい、ちょっと長い方をやってたんですけど、うん、それを1年間まずやって、はい、その後やっぱり瞬発系のが好きだし得意っていうのもあって、なるほど、はい、トラック競技に転向して、あ、で、まあ、最初伊豆のサイクルスポーツセンターで職員で働きながら、はいはいはい、同僚の方に、はいはいはい、教えてもらってやってたんですけど、まあ、はい、トラック転向してからは、まあ、約1年くらい。なるほどね、はい、もう少し、はい、まあ、短いっちゃ短いですけど、それで 500m のタイムトライアルで、はい、全日本優勝することができて、はい、まあ、本当短期間での記録だったので、多分そこを評価していただいて、その後1年間短距離の強化して伸びで入って、入ってやらさせてもらってた、はい、時間がありました。なるほどね。じゃあそのナショナルチームでこうやってらっしゃった、その前にもロードもやっていた、その長距離的なところ、そして 500m の短距離的なところ、それを競輪としてこう生かした場合にはどっちの方がこうなんていうんでしょうね、自分今役に立ってるか、はい、どっちになるんでしょう。やっぱり、まあ、短距離のダッシュとか瞬発的なところで、はい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 、まあ競輪で、まあ、言ってもジャンプから、まあ、ガールズ競輪だと400のバックだと、ね、まあ、600m ぐらいを、うんうん、まあ、スピード勝負になるんですけど、結構最近は、まあ、いろんな選手のスピードがついて、うん、上がりのタイムとかもすごい出てきてるの で、 そうですね、スピード競輪というか、はい、まず足がないと戦えないっていう印象がやっぱ強いので、はい、今はその短距離系の瞬発力と、はい、まあ、基礎的な持久系のところも絶対必要なので、はい、まあ、はい、両方をしっかり、まあ、トレーニングして
行けたらなっていう感じで。なるほどね。山口選手はどうですか、どちらかといえば毎回その開催の中で、予選抽選に行くときにこう設定をよく変える人なのか、それとも、あのもう設定はこれって決めたら、まあ、よっぽどのことじゃない限り変えないのか、どちらかというとどっちかですか。変えないですね。あ、なるほどね。はい、私はその、はいはい、まあ、例えば一つの開催でシッティングを変えることはしないで、はいはい、もうその時のやっぱ体調とかもあるんで。あ、なるほどね。もう、はいはい、行っちゃうと分かんなくなっちゃうので、はい、その開催はまずそれ、そのセッティングで戦ってみて、で、まあ、良くなかったら一回持ち帰ってちょっとあの師匠だったり知り合いの人に聞いて、はいはい、どうすればいいですかって書いていったりっていう感じで。いや、しかしですね、風が非常に強くてちょっとハプニングが多々ありましてですね、なかなかうまいこといかないわけなので、まあそれはいいとして、はい、養成所、はい、まあ、出たばっかりなわけですよね。まだ出て1年は経ってないわけなんですけれども、はい、養成所の中では10ヶ月そうですね、はい、はい、いたわけですよね、はい、はい、お年頃の女性が10ヶ月養成所にいるってなかなか大変だなと思うんですが養成所の中ってどんな感じですか。はい、自転車に、はい、まあ、集中できる環境というか。なるほど、まあ、すごい規則正しい生活で、うん、はいはい、6時半に起きて、はいはいはい、で6時45分から稽古でとかもう、ああ、そういうのが、あ、ルーティンがあるわけですね、はい、はいはいはい、本当自転車やるためにまあ、そのためだけの養成所ですからね、はい、そうですね、はいはい、本当にもう本当に集中できる環境で、はい、しかも400と33と250の、その各そのバッグが1箇所にまとまってるので、ね、はいはい、確かにいろんな競争スタイルとか食べてたりとか、はいはい、本当すごいいい場所だと思います。養成所に例えばもうその競輪選手になってから練習をしに行くっていうことはない。あ、でも、はい、静岡の沼田地区の選手は、はい、あのコロナが流行る前は、はい、三三バンクだったり、あ、なるほど、はい、ベイトをしてトレーニングできてたりっていうことは見れたので、はい、まあ、ちょっと沼田地区の関係で、じゃあもしかしたらもうすぐ、ね、風が強すぎてちょっとね、本当に聞こえてるのかどうか皆さんには分かんないですけれども入ってない、あんまり、いやきっと入ってない、いいのいいの、僕は見切れてていいの切れてていいの、全然僕メインじゃないの、そうそう、僕がメインだなんなら抑えながらやってますけど今回、まあ、今年度からこう走っていって、今までこうありました、いよいよ年内こう、ね、まあ、あとわずかというふうには多分なってるんじゃないかと思います、はい、12月ぐらいから予定では走れるかなと思いますね。そうですね、11月は2本目の平塚競輪を出場させていただいて、はい、怪我でね、はい、で12月の頭から、はい、岩北平ですね。あ、なるほど、はい、中旬に茨城の堀で、あ、なるほど、はい、てもらって、はい、じゃあそこのところで、一応年内のというような感じになるんじゃないかと思いますけれども、どういう形で1年目を締めたいかなっていうのがイメージなんですか。そうですね、はい、12月までの競争も含めて、はい、大学の練習部員を運用して2年目までの1年間の上位7人が出れるレースがあるんですけど、はい、その選考期間はい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 、一応、まあ、それにやっぱしっかり出場できるように、あと、うん、まあ、合計6本しっかり、はい、上位10センチで、はい、テープを上げて、はい、来年スライチ走れるようにつなげていきたいなと思います。今何位ぐらいにいるのかっていうのは分かるんですか。今、まあ、暫定で5位なんですけど、油断できないところ、しかも本当に3位ぐらいから、はい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 、みんなもうギリギリ同じぐらいです、ね、なるほど。本当はこんなところで出場している、うん、場合じゃないの、場合じゃないですけど、じゃあもう本人はもうすごい、そういう意味ではちょっと焦りも感じてたりするっていうのは。そうですね、まあでも、うん、なかなかこうやって1ヶ月とかでしっかりまとまって練習できる機会ってやっぱテニス選手ってなかなか、そうですよね、はい、ないので、確かに確かに、まあ、本
と、はい、あのピンチチャンスに変えるじゃないですけど、うんうんうん、まあ、ここでしっかりまた体作り上げて、うんうん、まあ、復帰戦から走れるように準備できる期間かなっていうふうにも捉えています。普段は練習とかではどういう方と練習してたりしますか？はい、ガールズ選手だったら、まあ、あのドチクのトレーナーさんだったり、はいはい、あと最近あのサイクルスポーツセンターまだあのプリパラ関係で使えなかったので伊藤競輪場に行ってもらうので、なるほど、たまにあの鈴木みのりさんとお知らせもらって、あー、なるほど、あとはまあダルス選手とか、はいはい、どう、競輪界って、はい、木が例えば若い方が後輩になる、それとも年齢どっちがこう優先されるんですか？結構その子ってあるので 気になるところ気になる気になりますよね、それ私もどうなんだろうっていう感じなんですけど、ね、はいはい、まあ、120期最年長なので、はい、出た後どういう感じかなって思ったんですけど、はいはい、まあ、あのやっぱり、まあ、自分からしてもあの年下でも、うん、木の先輩は木の先輩は間違いないですし、なるほど、やっぱあのいろいろとあの尊敬するところもあるんですけど、はいはい、やっぱ年下の子たちからしたら私もあの何かそうですね、なんですかねすごい関わり、そうね、どうすればいいかなみたいなのは、それこそ変な話、初めて例えばその、はい、こんな競輪界、自転車界に初めて来たっていうのであれば、はい、まだかもしれないですけども、少なからずとも自転車を乗ってる人たちだと、あの競輪、ガールズ競輪になる前から知り合いとか知ってるっていうのは多いわけですからね。多いですよ ね。だから、はい、それこそ、あの、そこか、はい、岡本になっちゃったとか、はい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 、その辺はもう競技で一緒に、あ、やってた、あの一緒にスプリントとかで戦ったこともあったりとか、はいはいはい、まあ、はい、そういう子もやっぱりそうですね、はい、そうすると、まあ、でも、私もやっぱ年下でも向こうもあの先輩だっていう意識でね、じゃあ、まあ、別にあの先輩風を吹かすわけでもなくっていう、まあ、どちらかというとガールズではまあそういうのはあまりないのかなっていうところですもんね。まあ下の子は先輩に演技とか使うし、まあ、私としても先輩だし、はいはい、あの色々しないでっていうのもあるので、なるほどね、はいはいはい、じゃあ最後になりますけれども、画面に向かってですね、見てくださってる方にあのメッセージいただきたいと思います。よろしくお願いします。20期でございますガールズ競輪山口真美選手です。ありがとうございました。というわけでございまして、ご覧いただきましたいかがでしたでしょうか。おにおにチャンネルでございますけれども、これからも自転車にまつわるいろんなお話を中心にですね、まあ、やっていこうかなというふうに考えております。どうぞ皆様のですね、高評価ボタン、そして、チャンネル登録、こちらはですねお願いしたいなと思いますので、これからもご覧になってください。よろしくお願いします。以上です。